ジャパンナウからカメラを止めるなの皆さんです。ようこそ。上田慎一郎監督、はい、そして浜津孝之さん、真央さんにまずお話を伺いたいんですが、はい、上田監督、はい、本当に、はい、何重にも前半怖くて見られないと思ったら、はい、後半わーっていうね、で最後のエンドロールでまた楽しめる面白い作りでした、はいはい、これどういう思いで作ったんでしょう。そうですね、本当に、どういう思いで、とにかくですね、日本で、何かこうメッセージとかテーマとか作る映画の意義とかっていうことよりもその前にとにかくその面白さを追求して、面白さが真ん中にある映画を作ろうと思って、作った映画ですね、はい。これだけ話題になるっていうのは、はい、作ってる段階っていうのはワクワクドキドキ予想してましたか。はい、全く予想してございません、はい、そうですか、はい、じゃあもうすごい嬉しいサプライズ。いや本当そうですね、もう4ヶ月前に公開が始まってそこからもうあれよあれよという間に、今日までがずっとつながってるような感じで、もうヒットしたって言っても最初は1万人になった時点でびっくりしてたのが今度10万人になって今200万人まで来て本当ずっとびっくりし続けて、今日まで来た感じですね、はい、ありがとうございます、はい、失礼します、はい、ではお話を伺いたいと思います、はい、レッドカーペットを歩かれていかがでしたか。はい、そうです、すごかったですすごい景色でした、はい、劇中では監督そしてお父さんを演じてらっしゃるんですけども、はい、本当にリアルに演じてらっしゃいました、はい、役作りとかされたんですか。そうで頑張りましたけどでもその上田さんがやっぱりそのなんですかね、その人自身のいいところを引き出してくれてっていう演出をしてくれたのですごいやりやすかったです。はい、後ろにいらっしゃる奥様役がまた相当激しい変貌ぶりでいかがでしたか。役ですから普段はあれぐらい激しくスイッチ入るタイプですか。いや多分ないと思いますね。役の上ではやったことないです、ああいうのは。でも上田監督はみんなに当て書きだっていう風にして書いてるのでっていうことなんですかねっていうのをちょっとなんか戒めても最近はい、本当にいろんなキャラクターを演じて皆さんが濃いキャラなんですが、じゃあお嬢さん役にも伺いたいと思います。本当にもう途中で頼もしいこの人がいるから映画ができていくんだと思える役でしたが、普段はああいうリードする役なんですか。普段はおとなしいですねとか誰も突っ込んでくれないんですけどでも結構集中すると周りが見えなくなったりはします。はい、そして血まみれになって体当たりの演技をしてくれました。お話を伺いたいと思います。本当にゾンビに囲まれての演技いかがでしたか。いや本当に最初見た時にこのゾンビメイクがリアルすぎて、あこれに追いかけられるんだと思ったらもう本気で逃げるしかないと思ってもう本気でやらせていただきました。これだけ映画が大反響でもう皆さん、私も本当に楽しみました。皆さんの生活って変わりましたか。いや本当にお仕事がありがたいことにすごく増えまして、今までそのドラマとか映画とかあんま出たことがなかったんですけど、ドラマに出演させていただいたりもう本当にありがたいことがいっぱいです。役者さんたちの個性も素晴らしいんですが、カメラワークとか二重にも三重にも楽しめますので、ぜひ大きなスクリーンでエンドロールの最後の最後まで楽しんでいただきたいと思います。カメラを止めるなの皆さんでした。どうもありがとうございました。